こういう撮影の合間は何してることが多いの？ゲームしてるか、携帯触ってるか、誰かと戯れてる。こんにちは、三田夏芽です。私がジッパーを読み始めたのは高校生の時なんですけど、その当時はすごいみんなジッパーが大好きで、すごい回し読みとかしてジッパーを愛読しておりました。なのでなんか今自分がジッパーの読者モデルをやらせてもらってるのがすごい不思議なんですけど、とても嬉しいです。撮影してる時はみんなすごい和気あいあいと撮影をしていまして、私は机の上にあるお菓子をボリボリ食べています。ということで皆さんぜひ毎月ジッパーチェックしてみてください。じゃあねー、三戸夏芽でした。こんにちは、木村美沙です。ジッパーは私中学生ぐらいの時からずっと読んでて、今でも参考にしてるぐらいすごい好きです。なんかそれに出てるなんでちょっと嬉しいです。すごくジッパーの撮影は現場すごい楽しくて、なんかみんな楽しいし、セットも可愛いしね、可愛いこと尽くしですごい楽しいです。ぜひ皆さんジッパーを毎月チェックしてください。木村美沙でした。バイバイ。こんにちは、どえみです。よろしくお願いします。私がジッパー読み始めたのは中学2年生の時からなんですけれど、その時に思いついたのが池田泉ちゃんとかで、今の事務所に入りたての時に池田泉ちゃんと一緒にイベントに行ったことがあって、その時は憧れのパチパチするのって感じで、もうすごい嬉しかったのを覚えてます。撮影の時は結構待ち時間とかが多いので、みんなで近況報告したりとか恋バナしたりとか、あとお菓子食べたりとか、結構和気あいあいと過ごしてますね。結構お家でホームパーティーとかをすることが多くて、主に私のお家だったりするんですけど、毎年恒例でやってるのがひんやりナイトって言って、夏にそうめんとアイスとあと怖い DVD を借りてみんなでひんやりするパーティーをしてます。じゃあ皆さんまたジッパー本誌でお会いしましょう。ありがとうございました。どえみでした。バイバイ。こんにちは、佐藤咲です。ジッパーは私が高校生の時から愛読してて、結構昔から好きでした。みんなすごい面白くて、すごい楽しい撮影現場です。ライターさんもすごい優しくて、いつも場を盛り上げてくれて、楽しい撮影現場になってます。佐藤咲でした。毎月チェックしてください。こんにちは、中田くるみです。ジジッパーはですね、私が小学5年生の時に初めて買ったのが一番最初のジッパーでした。シャカラビッツのウキちゃんが表紙だったのをすごく覚えています。一番読んでたのは中学生ぐらいかな、ずっと読んでました。普段はパチパチとは結構遊びます。事務所が同じなので、瀬戸あゆみちゃん、瀬戸とかゆうなとかとはすごい仲良しで、あとめさみさとはももクロのライブとかも一緒に行ったり、さっちょとはヘビメタのライブに一緒に行ったり、結構遊んでます。仲良しです、みんな。これからもジッパー毎月チェックしてください。よろしくお願いします。以上、中田くるみでした。ありがとうございました。バイバーイ。回さないかい